飯田健介です。入社1年目です。お客様と関わる仕事がしたくてこの仕事を選びました。いろいろなお客様がいらっしゃる中で、そのお客様に合った対応をすることを心がけています。まず自分のスキルがどんどん上がっていくことに嬉しさを感じます。先輩方と協力して仕事をこなしていくことがとても楽しいです。このレクサス店は後継者を取り扱っているということもあって、お客様から何を求められているのかというところを一番に意識して対応しているところです。自分の父親が車の仕事をしていて、それが影響で熊本トヨタの方に入りたいと思い入社しました。店頭でいらっしゃるお客様は輸入車にお乗りいただいている方も多いので、結構勉強するようにはなりました。営業スタッフとして入社したんですけども、お客様と深い仲になれたり、世界の幅が広がるかなと思いトヨタの会社に入社しました。最初はできないことが多いんですけど、それを達成するととても嬉しいです。すごく優しい先輩と毎日楽しく仕事ができています。私が提案したものが役立っているって言われたときは嬉しかったです。街中とかでオレンジ色のリフトを見かけると役立っているんだなと思って嬉しくなります。好きな車に触れるのはもちろんなんですが、できないことが少しずつできるようになったときに達成感を感じています。お客様に褒めの言葉をいただいたときに、やりがいを感じさせていただきます。楽しくやらせていただいてます。お客様といろんなお話ができるので、そこは楽しいです。